皆さんこんにちは、島袋聖奈です。今回パーティーメイクをやっていきたいと思います。最終になります。マル秘資料を見てやっていきたいと思います。今回使うアイシャドウパレットはルマソルです。以前も使った、以前はお仕事用のメイクだったのでパールとかを使ってなかったんですけど、今回は割とガッツリ使っていきたいと思います。アイシャドウのパレットの下、一番濃いやつ、ここか、これだ。これを二重の幅の2ミリぐらいに広めに塗ります。その茶色の上の色をその上に、この上に塗っていきます。今日はグラデーションを作る感じです。すみません、いつもね、手で取っちゃいます。このアイホール全体的につけていきます。次にこの眉尻の方に、この一番キラキラしてるラメをちょっと塗っていきます。涙袋を作っていきます。涙袋があるだけですごい目元の印象が優しくなる。この黒目の下からここまでのせていきます。塗っていきたいと思います。韓国のコスメで、はい、韓国で買いました。これを塗っていきます。クロスアップティラー、ハワイで買ったやつ、どこにですか、教えてください逆に完成です。パーティーメイク、キラキラしてます。ゴージャスなイメージでメイクしてみました。普段のメイクと違うところはパールを使っていくっていうことと、あとリップは普段よりちょっと激しめなこういう色を
資料をもとに5段階に分けてパーティー仕様してみたんですけど、眉毛だけでもこう印象が変わるって、なんかすごいなって自分でも思いました。眉毛を心がけたいなって、こっちの方が優しく見えるし、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。パーティーメイクでした。この動画が良かったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。じゃあねー。